はい、皆さんこんにちは。今日は立ったまま足痩せ5分間トレーニングです。一緒に頑張りましょう。最初は左右交互に股関節を回していきます。手は骨盤に置き、できるだけ体幹を安定させながら左右交互に股関節を回していきます。膝で円を描くように回していきましょう。呼吸は止めずに行いましょうね。次はワイドスクワットを行います。足は大きく開き、膝とつま先は同じ方向になるように曲げていきます。お尻を真下に落とすように膝を曲げていきましょう。膝を曲げるときに呼吸を吐いて、戻すときに吸うように連動させていきます。次はワイドスクワットをしてキープした状態で体側を曲げていきましょう。下半身は膝とつま先を同じ方向に向けてお尻を下げキープしておきます。脇腹を側屈するとき、手はかかとの方に伸ばしていきましょう。呼吸は吐きながら側屈、吸いながらセンターに戻っていきます。次は膝を曲げて、上半身は斜めにキープした状態で右足を後ろに伸ばしたり曲げたりしていきます。できるだけぐらつきが少ないように体幹を安定させておきましょう。左足きつくなってきますが頑張りましょう。次がラストのトレーニングです。先ほどと反対側を行います。お腹を引き上げて腰が反らないように注意しながら行います。呼吸を吐きながら足を後ろに伸ばし、吸いながら戻していきます。ラスト10秒、頑張って。はい、皆さんお疲れ様でした。